はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、セブンイレブンのセブンペイ使い方完全版、登録方法からチャージ方法まで徹底解説ということで、以前は配信前の準備として、ある程度情報はお伝えしたんですが、今回は登録方法と実際にセブン銀行 ATM でチャージをしてきたので、その時の映像も含めてお伝えしていこうと思います。ということで、早速登録編なんですけども、以前の段階ですでにセブンイレブンのアプリを入れていたので、早速開いたら上にセブンペイの新規登録をタップします。そして私は以上の内容に確認しましたにチェックをして同意するをタップ。そして始めるをタップ。これで完了ですね。次にチャージ編なんですけども、今回わかりやすいようにセブン銀行 ATM でチャージしていきました。まずはセブンペイをタップします。そしてチャージ項目でセブン銀行 ATM をタップします。ここでどれぐらいのチャージをしたいか金額を入力します。僕は今回試しに1000円を入力して金額を確定して次へをタップします。ここからセブン銀行 ATM での操作が必要なので、ここからは実写の映像をどうぞ。いらっしゃいませ。ということで、セブン銀行 ATM でチャージした時の映像でした。その時の画像がこちらですね。一応チャージした後に、試しにセブンペイで早速お買い物を250円分したので、ご覧の通り残高が750円ということになってます。あと補足なんですけども、1000円以上のチャージをした場合、後日セブンペイの160円未満のおにぎりが1個分の無料クーポンがプレゼントされるようになってます。これは後日こんな感じのクーポンが届いてますという通知が来るので、それまでお待ちください。なのですぐには反映されないのでお気をつけください。あとはこちらですね、セブンペイもしくは7個で5本買うと1本無料になるというキャンペーンも同時に行っています。そして最後に本日7月1日よりなんとですね、セブンイレブンはセブンペイ以外に LINE ペイ、ペイペイ、そしてメルペイが加わったので、さらに決済方法が便利が良くなりますね。まあこれは本当に個人的にめちゃめちゃ嬉しいです。ということで今回はセブンイレブンのセブンペイの使い方についてお伝えをさせていただきました。またですね、セブンペイのキャンペーンや追加情報があれば、ぜひその都度ですね、動画にしていこうと思っております。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。